こんにちは、シーバードです。今回ご紹介させていただくのはベリンガーのヴィンテージチューブオーバードライブ VT911 です。千葉管楽器さんからお借りしました。このエフェクターの最大の特徴はですね、ここですね。この中にですね、真空管が内蔵されているんです。なのでちょっとボディが大きめですね。ボスのエフェクターと比べると3回りぐらい大きいですね。真空管の入ったチューブオーバードライブ、オープニングで音をお聞きいただきましたが、非常に特徴的ですよね。ビジビジした感じと若干ファズっぽい歪み。私シーバードもですね、年々こっち系の音がですね好きになってきたんですよ。若い時はね、もうちょっとねズンズンした歪みが好きだったんですけれども、徐々にねこういったヴィンテージサウンドがねいいなぁと、良さがなんか分かってくるんですかね。やはり真空管が入ってるので温かみがあります。弾いてて疲れないというか、耳にもですね非常に優しいです。でつまみなんですけれども、左からレベル、トーン、ドライブと非常にシンプルです。オープニングではトーン、ドライブを12時、レベルをね若干上げました。バイパスの音とのね差が結構あったので、レベルはちょっと上げ目の方がいいですね。でこの後ドライブとトーンをいじりながら弾いていくんですけれども、ドライブを絞った時もね非常にいい音で、上げた時もねファズっぽくてかっこいいんですよ。で見た目的にもね結構かっこいいエフェクターで、このスイッチを押すとこうこうと青く光ります。こういったところからもねエフェクターのこうパワーっていうものをですね感じますね。では音をお聞きください。